こんにちは、サイレンジバヒカリです。今回は、セカンドストリートリサイクルショップの、まあ、主に古着を扱ってるところなんだけどねに行ってきて、こちらね購入品があるんで紹介したいと思います。主に雑貨、てかおもちゃ系ですね。はい、まあね、ちょっとね何買ったかね、ちょっといまいち覚えてないんで、福袋感覚で開けていきたいと思います。なんじゃそれ。はい、まずこれね、広告、セカンドストリート、おしゃれなお店なのよ。だからね、雑貨とかおもちゃとかね、ゲームもたまにあるんだけど、そこもそういうのもね綺麗なんだよ。その代わり安、でも安いみたいな。一つずつこう適当に、順番適当にいくね。はい、行きます。あ、リズム天国、動作未確認。ここはね、ゲームは絶対ね動作確認しないから、そういうお店じゃないからみたいな感じで、なぜかゲームを扱うのにゲームは動作未確認なんですよね、ほとんどが。まあ、ちょっとね高額なゲームはさすがになんかチェックしてるみたいなんですけど、 PSP とかビータとか何あの DS とかはやってるみたいなんですけど、こういうソフトとかはあんまり、安いソフトとかはね100円で出しちゃってるみたいです。はい、次、じゃん。はい、ハイパーヨーヨーですね。はい、あ、ハイパーウェースダンシャー、150円。まあね、100円でもいいんじゃないかなって思うところなんですけども、ちょっとね今ね、あの YouTube の動画見てたらね、ハイパーヨーヨーを紹介してる動画があって、あ、僕も久しぶりにやろうと、中学生の時以来ですね。僕もヨーヨー割とできるんで、はい、買いました。あ、もう一個ハイパーヨーヨーありました。これはハイパーヨーヨーじゃな、ないとは書いてないんだけど、バンダイって書いてありますね。メイドイン USA で、バンダイってどこに書かれた？バンダイって書いてあります。これも150円。まあ多分、ハイパーヨーヨーがいっぱい、いくつか入ってきて、まあ、全部150円で出しちゃおう、みたいな、結構いい加減なところなんでね、はい、値付けがね。そういう感じでありがたい感じになっております。さあ、次行きましょう。いや、こちらですね。あ、これ今回の一番の大物ですね。はい。はい、あのね、自動巻き時計ですね。あ、違う、自動巻き時計かと思って、懐中時計かと思って買ってきたんだけど、ストップウォッチですね、多分、自動巻きの。こう、揺らすと動くんだよ。見えるかな？ピント合わないかな？あれ、あれ、動かすね。見えるかな？動くんだけどな。動いてるでしょ。え、動いてない。まあ、それは動いてたんですよ。はい、まあ、自動巻きの時計ね、まあ、かっこいいし、はい、動作の見分けに100円でした。ちょっとね、これはね、ちょっと後で別で検証します。ちょっとね、まずこいつが何者かが謎すぎるから、ちょっとこれはまた別で紹介しますね。今回は購入品紹介なんで、いちいち全部やっちゃうとね永遠にかかっちゃうんで、次こちらセブンイレブンのやつかな、多分平成ジャンプの、なんですよこれは、胸につけるやつかな。パーティーとかの時に、ちょっとよくわからないですよ。これはなんかね、イベントとかの時につけるのかな。はい、まあ僕ね、あの生粋のジャニーズ好きなんでね、まあこういうグッズがあったらね迷わず買います。ちなみに50円でした。なかなかね、この平成ジャンプのグッズって人気高いから、50円で扱われることないですね。女性アイドルでいうところのやっぱ乃木坂ぐらい人気ありますね。やっぱ高いですよ、グッズすべてが。うん、はい、次、あ、おなじみゲームソフト、100円なのに、これね、パックインタイム、はい、まあおなじみのやつですね。で、これはスーパーファミコンですね。スーファミもね、僕結構最近集めてます。次、お、これね、説明書付きで動作未確認、ディズニーの、ダンシングミュージアムということで、この前買ったダンスダンスレボリューションに多分対応してるのかな。 64とか対応してるのか分かんないな。でもね、確かにダンスダンスレボリューションと関連してるんだよ、これ。確か。あとはダンスダンスレボリューションって書いてあるから、ここに。まぁ、ちょっとこれはね、また検証します。これ100円っていうのはいいです。うん。はい。なかなか、うん、まあまあいいと思います。はい。じゃあ次行きましょう。はい。こちらですね。あ、セガサタンだ。あ、ケースなしですね。ツインビー。100円。どうする僕に。ツインビーって、ね、聞いたことあったんで買いましたけど、まぁ、持ってなかったので、ね、まぁ、ケースはね、まあ、なくてもね、みたいな。ぷよぷよ2100円。これセガサターン、あ、セガサターンだから持ってないな。セガサターン、マーザーセガサターン、ときめきメモリアル、あれこれ買ったんだっけ。うん、なんかね、タイプ A みたいなやつとかあったの、 A 面っていうか2枚組の1枚しか売ってないやつとかもあったから、それは下げました、さすがにね。はい、ときめきメモリアル。まずね、これね、このディスクがかっこいいから、これ時計にしちゃってもいいよね。まあしないけどね、ゲームにで遊ぶけどね。はい、次、やべえ、なんか楽しいな。はい、こちら
セガサターンの、あ、これはね、よく分からずに買いましたね、多分。はい。タイトルとかもよく分かんないで買いました。ちょっと開けてみようか。よいしょ。多分ね、タイトルとか見ずに買ってますね。はい。電脳戦記、バーチャル、あー、そうだ。バーチャル、そうそう、これもなしだ、思い出した。バーチャルって見て、あ、バーチャル聞いたことあんな。って言って買いました。多分ね、有野課長かなんかが、なんか別のハードのやつをやったんじゃないのかな。多分そうだった気がするんだよね。はい。そして、ほら、これですね。奥に眠ってました。AKB48、宮崎美穂、ミャオですね。の、ハンカチ。マイクロファイバーのね。50円50円でした。はい。なんでミャオしか売ってねえんだよ、ここ。前回俺ミャオ買ったよ。秋元社員ねえのかよ。はい、以上です。これでね、合計金額1000円ちょっとだった気がするんだよね。安いですね。なんでこれ、これで1000ショットいくか、逆に。いくね。安いです。みんな100円ですよ。高くてハイパーヨーヨーが150円。ハイパーヨーヨーはね、またね、今度動画出します。僕ができる技とかもいくつか見せます。といっても、ほんと下手ですよ。3歩ぐらいしかできないですけどね。はい。ということで、まぁ、今回はね、セカンドストリート。意外とアイドルグッズとか、おもちゃとかもなんか、例えばロックシートとかさ、そういうの結構いっぱいあったり、あと今回行ったらね、ソフビがいっぱいありましたけど、ソフビはちょっと高かったな。でも安い場所もあると思うんで、結構おもちゃとか、あとね、電化製品、ハード系だ、ハードオフ好きな人、ホビーオフ好きな人、意外とセカンドストリートの狙い目ですよ。服しか扱ってない店舗もあるけど、そうじゃない店舗もあるんで、そうじゃない店舗を見つけたら、週1は行き過ぎなんです、そこは。2週間に1回ぐらい行くと結構いいと思います。はい。なんでね、セカンドストリート、洋服興味ない人もぜひ足を運んでみてください。バイバイ。バイバイ。はい、ちょっとね、追加動画になるんですけども、前回紹介したこちらのね、ゲームボーイポケットね、ちょっとね、あの後ね、ほんと2、3秒いじってました。はい。そしたらね、まあ、これ入れて、ちょっと今回見せましょう。そしたらなんとね、普通にね、動くようになってなりましたね。特にまだ修理とかしてないのに、治りましたね。はい、特になんかボタンとかも全部大丈夫そうで、音とかも問題なくて、あ、これは明るさそうですね。はい、明るさ調節も問題なくて、まあ、音をちょっと上げる。あ、ここじゃねえ、ここか。わかる？はい、音も大丈夫だし、このゲームやり方わかんないんだけど、まだ。はい。使えるようになりました。ということでね、前回のね、まあ、概要欄にも書くからわかんないけど、前回の動画に。まあ、今回の動画見てくれればわかるけど、このハードオフ NG は、ちょっと使えば治る系 NG でした。はい、だから、まあ当たりだね。うん。よかったです。ありがとうございます。Please subscribe.